レーランド P76 は、ブリティッシュレーランドのオーストラリア現地法人である、レーランドオーストラリアが製造した大型乗用車である。当時、111位のオーストラリア標準ホイールベース、と謳われた大きさで、フォードファルコン、ホールデンキングスウッドや、クライスラーバリアントといった大型の現地モデルが、直接の競合車として考えられていた。 44ガロン入りドラム缶が収納できるトランク P76 以前にレーランドオーストラリアとその前身の BMC はオーストラリアの自動車市場を占有するこの分野に直接適合する車種を持っていなかった以前は BMC とレーランドオーストラリアはこの分野に1958年のモーリス・マーシャル1962年のオースチン・フリーウェイとウーズレー24 80や1971年のオースチン、X6 タスマンとキンバリーといった様々な車種でこの市場に参入しようと試みていた。これらのどれもが妥協の産物であり、市場では盤弱な地位を築いている現地モデルに対する放末の挑戦者として無視された。それにもかかわらず、フリーウェイ24、80と X6 の各社は、 本国モデルの忠実な模倣者として開発されていた。1973年に導入された P76 は、その形状からウェッジとあだなされ44ガロン入りドラム缶を楽々と飲み込む大きなトランクを備えていた。ステーションワゴン版とホース7クーペが設計されたが、これらは量産には至らなかった。P76 という名称は、 開発中のコードネームから付けられた。P76 という命名と、その由来には、憶測が渦巻いている。ある話ではこの名称はどうやら、ブリティッシュレーランドの当時の筆頭ドナルド・ストークスの、軍隊時代の招待番号らしいと言われ、別の話では、P76 は、もともとローバーが設計した車で、P の文字は、羊がローバーであることを表すというものである。 ローバーのコードを持つ車には P4、P5、P6 や P8 といったものがある。確かなことは P76 は国外の競合車を考慮しないオーストラリア向けに独自に設計、製造された車であり、P76 はプロジェクト1976に由来する車ということである。ローバー SD1 はマクファーソンストラット前輪サスペンション。 アルミニウム製 V 型8気筒エンジンや、後輪リジットアクスルといった P76 といくつかの技術的な共通点を持っていた。レーランド P76 の V8 エンジン外観のデザインは序盤にミケロッティの作である。ベースモデルは、オースチン・キンバリー・とタスマンのものを 2623cc に拡大した OHC エンジン。最上級モデルは、 P76 専用のアルミニウム製 4416cc のローバー V8 エンジンを搭載していた。このモトビウィック製の V8 エンジンの派生型は、ローバー3500にも搭載されていた。P76 で500ポンド近くの重量軽減が図られ、このほとんどは、クライスラー、ホールデンやフォードの中鉄製、V8 エンジンに比べはるかに軽量なアルミニウム製。 エンジンブロックのおかげであるとレイランドオーストラリアは主張した。軽い重量は良好な燃費性能とタイヤの寿命にも貢献すると期待され、オーストラリアでいうフルサイズ級の車の中では最大のトライク容量を持つと言われていた。来たるオーストラリア設計規則を先取りした安全装備を備え、前輪ディスクブレーキは全車に標準装備、埋め込み型ドアハンドルとすべてのドアに 幅いっぱいのサイドインパクトバーを備えていた。この車のトランスミッションはすべて、すでにフォードやクライスラーにもトランスミッションを納入しているボルグワーナー・オーストラリアから購入された。平均以外の何かと宣言された P76 であったが、技術的には保守的な作りの車であった。当時のオーストラリアでこのクラスにしては先進的な機構として、 ラックピニオン式ステアリング、倍力装置付きディスクブレーキ、マクファーソンストラット前輪サスペンション、前ヒンジのボンネット、接着式、ウィンドスクリーン、コンシールド式ワイパーをおなじみのものとしては、オーストラリア製、ボルグワーナーのトランスミッションと、後輪リジットアクスルを備えていた。構造的な強度には特に注意が払われ、ブリティッシュレーランドの技術陣はこれに注力した。 この問題は車のボディを構成するパネルの数を減らすことで実現され、これはミニよりわずか5枚多いだけと言われる特筆すべき215枚という少なさであった。疑いなく P76 は競合車よりもはるかに優れた車であったし、もしレーランドオーストラリアがすべての P76 シリーズを開発していたら、レーランド車はオーストラリア市場で 大きな地位を確立したであろう。P76 の生産が終了した当時、レイランドは E6 型エンジン搭載車に代わる部位があった6、気筒エンジン搭載車を開発していた。この V6 エンジンは、P76 の 4.4LV8 エンジンから、後の2気筒分を削った派生型であった。P76 のモデル中に弱点があったとすれば、それは6気筒エンジン搭載車であった。 これは P76 の V8 エンジン搭載モデルが6、気筒モデルよりも販売数が多かったという事実が証明していた。当時のオーストラリア市場では、レイランドの競合他社でも V8 エンジン搭載モデルの販売数は総販売数のわずか5%でしかなかった。V8 エンジン搭載モデルが1973年のホイール市でカーオブザイヤーを獲得したにもかかわらず、 部品製造業者のストライキによる部品調達量の制限。ゼトランドにあるレーランドオーストラリアの工場での生産上の問題による車自体の供給制限。P76 の発売と最初のオイルショックの時期が重なりガソリン価格の高騰といった様々な問題により P76 の販売は悪影響を受けた。この結果、すべての大型車の需要が冷え込んでいた。 車に対しては全般的に好意的な報道と消費者の反応が得られたものの販売は期待した数には届かなかった。ブリティッシュレーランドは P76 を英国でも販売する予定だと発表したが、この計画が実現する前に P76 の生産は終了した。P76 は1974年のワールドカップラリーで優勝し、タルガフローリオ杯を獲得した。 レーランド・オーストラリアは、この勝利を記念して V8 スーパーに、スポーツ仕様のホイールとハンドルを装着し、ボディ側面に、ストライプの入った、特別図色の限定モデル、パルガフローリオを発売した。レーランド・フォース7・バードウッドの、国立自動車博物館に所蔵されている、レーランド・フォース71974年に、クーペン・フォース7が発表されたが、販売はされなかった。 六気筒エンジンを搭載したベースのホース 7V8 エンジンのホース 7V と最高級モデルのツアードホースが用意される予定であった。この車は後部に大きなハッチバックドアを持っている天外色で、オーストラリアで生産されたこの種のものでは初めてのことであり、セダンと共通のボディパネルはほとんどなかった。発売された当時、レイランドオーストラリアは同年中には、 エステート版を追加すると予定があると発表し、セダンの構造とボディパネルの多くを共有するが、より切り立ったリアドアのフレームを持つステーションワゴンが少なくとも2台、もしかしたら3台製造された。この中の1台はレイランドオーストラリアから衝突テストを受け負った報道オーストラリアで破壊され、もう1台はメーカーの雑務者として使用された。1台は個人のコレクションとなり、 現在はレストア途上であり、この車がメーカーの雑務者そのものかもしれない。この車はホース7と同じオークションに単体で出品され、最終生産者とともに2台で売却された。しかし、一般に販売された形跡はない。1969年にレーランドオーストラリアは、オーストラリア向けの大型車の製造の推進を認めた。 この車が発売された時にレーランドオーストラリアは8600万イギリスポンド近くの債務超過の状態であったと言われており、P76 開発の資金のために同額を借り入れた。P76 はかき集められたわずか2000万オーストラリアドルで設計、製造された。これは英国本国でもメーカーにとり、財政的、企業を運営的にも資源の時代でもあった。 それゆえこの車の市場での成功は、レーランドのオーストラリアでの生き残りをかけた重要問題と見られていた。ゼトランドのレーランド工場は1974年10月に閉鎖され P76 の生産は中止されたが、ニュージーランドでは1976年まで組み立てが続けられ、V8 エンジン搭載モデルの販売が良好であった。レーランドオーストラリアは、 56台かそれ以上のフォース7を製造し、この大部分は1975年のオークションに出品される8台の希少価値を高めるために工場で破壊された。レーランド・オーストラリアは最後の8台のフォース7クーペの試作車を一般のオークションに出し、これらは全車共に現存し、個人オーナーのもとで実際に日常的に使用されている。 オメガネイビート色で白内装のもう一台は英国に送られ、しばらくの間、ストークス教により使用された。この車は後に個人コレクターに売却され、この2年でニュージーランドのコレクターの手に渡り、現在もその手元にある。南オーストラリア州バードウッドミルにある国立自動車博物館にある一台は、レイランドオーストラリアから永久対応されている。 小型の兄弟車でこれもミケロッティによりデザインされた P82 がモーリス・マリーナの代替として企画されたが生産されなかった。P76 はこの車に多大なる熱意を傾ける所有者により大切に維持されている。オーストラリアとニュージーランドに少なくとも7つの全国的なオーナーズクラブがある。P76 の生産終了後にレイランド、オーストラリアは エンフィールドで、商用車やバスと共に、ミニとミニモークの現地生産を、限定的に行った。生産台数は、ジェームズ・メンティプラザ・レイランド P76、オーナーズ・クラブ・オブ・ W.A. による。ありがとうございます。